皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪でカスタマイズした車両を岡くんが紹介してくれます。はい、今回ちょっと屋外ですけれども眩しいです。はい、ちょっと強烈な1台に仕上がってるということなんで、はい、ちょっとカスタマイズの内容を紹介していただきたいと思います。はい、でまず車がアウディ RS3。 はい、 RS3 スポーツバック後期400馬力の方ですね。はい、で実はこれ言っちゃっていいのかな、以前動画でご紹介させていただいた、うん、ランボルギーニ、1人で3台所有されてるお客様の SVJ と、はい、S とウルスと、そのお客様の普段乗りの、はい、そうです、まあ、言ったら 足車というか足車です。普段使いの車を強烈に今回カスタマイズした。そうです。前まではちょっとこう、はい、さらっとだったんですけど、今回ちょっとガッツリとガッツリやらせてもらった感じっていう感じです。はい、でまず外観からいくと、はい、もう非常にこうちょっとシンプルと言っても過言でない。そうですね、まあ、オーナー様からの依頼がアウディマークを全部消してくれってことだった。はい、確かにない。だったんで、もう何もなし。はい、なんだろう、形がでも完成してるからもうなしでもそう分かるのは分かるんですよ、アウディ。あれどこの車ってならないよ。そうなんですよ、お客さんなんか車好きなんだけど別にこうフォーリングスがいっぱいあってもなっていう感じでして、で、まあ、ちょっとあとは普段乗られるっていうことなので、あんまりこう色も入れず、うん、差し色とかもなくちょっとこうシンプルに仕上げようと。なるほど。そしてあと前回りはこれリップが、はい、そうです、バランスイットさんの。あ、はい、そうなんだ。そうです。なるほど。を、ボディ同色にペイントして、はい、下側についてる。そうです。はい、はい、で、サイドスカートもバランスイットの。あ、なるほど。はい、じゃあエアロ、下回りのエアロに関してはそのバランスイットさんのエアロで。はい、これもまたシンプルなラインなんで、はい、ちょっとあれ純正オプションかなっていうぐらい、ちょっとそんな感じのさらっとした感じで、カーボンやったんですけど、まあ、カーボンも今回いらないんで、はい、あ、カーボンなのにこれ塗っちゃってるの。そう、塗ってます、塗ってます。はい、贅沢。それもセルフ塗っちゃって、はい、なるほど。あと非常にまとまりがいいですけど、ペイントカスタムはこれ前回りはもうなんか脂肪みたいなところ全部塗ったんですよ。あ、そのなるほど。ま、一応マークレスグリルで中のホースメント類も塗って、え、この中のこれ塗ってます。本当だ、はい、ここもシルバー丸見えになるんでホースメントも全部塗って。これすごいね。そうなんですよ、もう全部ホースメントツヤありで塗ってると初めて、はい、バラして。そう、もうマットじゃなくて全部ツヤありで、もう別にマットとツヤありでも別にいいかなって、もう全部グロスで、はい、でここも塗って、もうこの辺のあのなんかしぼしぼみたいなやつとか、うんうんうん、ここもここも全部塗ってますね。はあ、はい、で踏むお客様なのでプロテクションフィルムも、はい、フロントアップルで貼ってるの。貼ってます。本当だ、はい、全部バンパーとヘッドライトも、はい、で、はい、ボンネット、フェンダー、ガラスも貼ったかな、ガラス、ミラーは貼ってます。なるほど、研ぎ石だったりだとか、はい、そうです、はい、から守るために、はい、特にガラスなんかこう割れちゃうと高いんで。そうですね、はい、一回やった方がいいですか。割れちゃうと高いんでなんか聞いたことある最近割れたな、トランクで割れた岡君が。トランク割れましたね、はい、まあ、もちろん貼っとけばこう絶対割れないわけじゃないですけど。そうですね、まあ、でも言ったらフィルムで止まるっていう、はい、あと細かいの結構防げますからね。あ、そうですね、やっぱり高速移動されてる方なんかだと、はい、こう大きく割れなくても。そうですね、細かいのがこうプツ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 っていう。そう意外とこうで光当たるとキラキラキラってしちゃうんで、はい、あの辺なんかがこうだいぶ防げるんで、はい、まあ、フロントガラスのプロテクションだったりはかなりおすすめですよ、ね、おすすめです、はい、そんなのがしっかり施工されてる。そうです、はいはい、そして早速足元行きましょうか。足元、はい、かなり渋めのホイールが足元装着されてますけれども、はい、そうです、ニュートレイル、はい、フライドチキン屋さんのホイールそれは言っちゃダメ、言っちゃダメ、はい、これがまたちょっと変わったというか、はい、アメタンなんですけれども、はい、日本発信、そうです、日本人企画の。そうですね、日本人企画で削りがアメリカっていう、うん、はい、だからなんかちょっといいとこ取りというか。そうですね、日本とアメリカのそのコラボレーションのアメタン、はい、だから結構アメタンってなんか最近すごい削り込みの凄さでね、ちょっと競ってる感もあるじゃないですか。そんな中でアメタンだけどだいぶシンプルめな、はい、ただデザインかな。一個ずつデザイン見ていくと、はい、あんまり見ない。こんなにフランジを厚く取ってるのは。そうなんですよ、他にあんまりない。ここもそうだし、あとこういうエアバルブ抜いてるだけでもちょっとデザイン的に変わってくるんで、
だからもうディスクの真ん中の部分なんか本当に古典的って言ったらあれだけど、うん、ちょっとこう昔からあるメッシュのちょっとこうバコッとデザインですけど、はい、このフランジがこんなに段がついてるだけで、そうですね、あの20インチなんですけど20インチ見えないというか、これ20インチなの、はい、20インチです、見えない、はい、19ぐらいかと思った、そう結構なんだったらもうちょっとちっちゃいかと思った、ああ、最近ね22とか23、24がもう普通になってきちゃったんで、まあ、そんな中でいうと 20インチ久しぶりにつけたな、はい、ちょっとクラシック感もちょっとありそうですね、だからちょっと色ももう渋めに、あ、なるほど、はい、でこれフィニッシュはこれペイントなんだね、これ、そう、あのブラッシュドベースにパウダーコート、サテンティントみたいな、そう、パウダーコート、じゃあよく見えると、あ、はい、確かにブラッシュドがこの微妙にこうブラッシュド感が残ってるんで、はい、へー、でもよく見ないと本当にベタ塗りのグレーに見えちゃうぐらい絶妙な、うん、そうですね、感じ、はい、だから透けてるんでちゃんとこう時々キラッて光ったり、そう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 、ちょっと立体感が、走ってる時とかこんな感じでこう影になったり光が当たったりすると結構見え方が変わってくる、なるほど、はい、このホイール入ってる、でこれがなんで岡くんがさっきフライドチキン屋さんって言ったかっていうと、はい、このホイールメーカーが副業どっちがメインか分かんないですけど群馬県で、はい、フライドチキン屋さん、専門店をやってるんです、はい、最近都内にも出店したんだかするんだかみたいなので、まあ、興味のある方あの食べに行ってみたら、はい、てください、はい、いいんじゃないかなと思います、はい、そして今回組み合わせるタイヤがミシュランってことなんですけど、そうです、もうあのなんかサイズ設定あれば、まあ、ちょっとミシュランを使いたいなと、なるほど、はい、やっぱりこう世界が誇る、そうそうそう、なんかね、あとちょっとミシュランはこのちょっと引っ張って履いちゃってるんで邪道かもしれないんですけど、まあでもね、やっぱりなんかそのグリップ、まあグリップとかで今回ちょっと踏むってことなんで、まあ、それだったらなんかポルシェとかもすごいよく使ってるんでやっぱミシュランかなって、なるほど、はい、そしてサイズが235/30/20、はい、の投資ですね、さっき岡君言った通りちょっと引っ張ってるんで、ね、はい、こうリムガードが少し出るぐらい、そうですね、でもフセットがねもうチュラチュラなんで、はい、まあ、これでこのツラツラが履けてるっていう、そうですね、あとはタイヤ多分ワンサイズこう上げるか JS1 個補足すると多分ね、ここがガチ当たりしちゃう、うんうん、はい、これタイヤチョイスも難しいよ、ね、はい、難しいです、ムチっとさせると多少引っ込めなくちゃいけないし、はい、そう、逆にこう引っ張りすぎちゃうとちょっと若者感というか、はい、そう、なんかね、だからすごい微妙なラインというか絶妙なラインでどっちがいいかな、ね、ワイドボディのウルス持っていってツラが甘いって言ってまあそれだったらもうツラ1の方がいいかなっていう、はい、絶妙なところに、そうなんです、そしてあとはブレーキが、はい、そうです、姫路のメーカーズさん、はいはい、のがオリジナルで出してる RDD の、あ、メーカーズさんオリジナルのなんだ、そうです、メーカーズさんと RDD さんが、まあ、言ったらコラボで作ったモデルで、なるほど、はい、でキャリパーはこれそのままなの、キャリパーはそのままです、赤だったんで塗りました、これサイズも大きくなってるってこと、大きくなってます、そうだ、はい、だから純正ホイール入んないんですよ、はあ、はい、ローター大きくなっちゃって、はい、じゃあもうそこは割り切って、そうなんですよ、だから19と20で悩んで、うん、なるほど、いやパツパツ感も良かったんですけど、で仕組み的にはじゃあこれブラケットでこの純正キャリパーをオフセットさせて、はい、ローターをこの2ピースのどでかいのにして、はい、はい、こんなのになってる、結構リアもでかくなってるんで、はい、あ、まあ、であともう、はい、ストッピングパワーもそうです、パワーアップしつつ、はい、もうビジュアルこんななりますフルブレーキングでこんななります、はい、そんなブレーキになってるみたいな、そうです、であと先ほどちょっと触れましたけどサイドスカート、はい、サイドスカートもバランスイットで、これいいね、はい、ボディ同色で、これが一応セダン用らしいんですよ、あ、そうなんだ、そうセダン用でハッチバック、スポーツバック用はなんか設定がないんですけど、いい感じにつけるとつきますって言って、まあ、つけたらいい感じについた、なるほど、はい、あんまり違和感なくっていうか、そうですね、ほぼ違和感なく、はい、だからフロントからのこうつながりが、なるほど、はい、ちょっと出たかなと、まあ、シンプルなデザインだからこそそれができるのかな、そうですね、はい、そしてあと後ろは、はい、はい、後ろも同じだから投資なんで、リアも235/30/20でローターも変えて、ローターこれでかすぎくない、なんかねリアの方が純正ホイール履くとききついみたいなこと言ってます、これフロントだってこんな大きい車あんまりないよ、はい、このサイズで
このスーパーカーのなんかフロントみたいな、はい、ぐらいのサイズ、もうそれぐらい結構大きく、これだって皆さん20インチですからね。そうです、だから20インチでこんだけこんなにパツパツの、はい、ちょっとスカスカ感が、はい、あの後ろのブレーキのキャリパーどんだけオフセットしてんだよってぐらい。そう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 、当然こう中心から遠いところを掴んだ方が、はい、あの力が制動力が、はい、進むんで上がります、制動力アップしてる、はい、あとブレーキのこのバランス的にもやっぱり前後やった方が、そうですね、やっぱりこう前だけガンって効くよりは、はい、前のめりのブレーキじゃなくてちゃんと四輪がこう沈み込むブレーキ、うんうん、そうですね、はい、その辺バランス取るためにこの RDD、はい、ロゴが確か入ってますよね。そうですね、はい、あのここに、はい、ロゴが入ってます。でもう2ピースなんで放熱性も高いんで、そうです、はいはい、まあ、本気で使っても大丈夫と。そうです、はい、であと足は、はい、壁の HAS で落としてたんですけど、まあ、ちょっと今回その仕様変更する際にバージョン3に変えました。なるほど、はい、ちょっとやっぱあのふわふわするんで、ね、はい、なんでもうバージョン3変えさせてもらって、 HAS っていうのはその純正ショックを生かして車高調化するキット。そうです、そうです、だから値段的にもすごいお手頃ですし、車高調整もできるんでうちでもおすすめさせていただけるんですけど、まあ、ちょっと今回の仕様変更の時にはもう少し足もちょっと強化したいなっていうことでバージョン3入れて、はい、まあ、ローダウンする目的であればあの HS 非常に有効なんですけど、どうしても純正を想定しているところより低いところで使うから、だから乗り心地だったりとか、うん、まあ、逆に言うとその電子制御の足回りの車最近増えてる、そういう機能を活かせるっていうところはやっぱりメリットあるんで、こっちはもうキャンセルしちゃうんで、はい、でもバージョン3だと伸び縮みで個別に調整できるんで、そうです、はい、もうベストな位置に、そうですね、持っていけると、はい、この足回りが調整幅すごい広いんで、はい、そして、はい、後ろが、後ろはもう逆にシンプルにも塗っただけ、なるほど、エンブレム剥がして、はい、でここ全部後ろのエンブレムないのね。そうです、ここ全部グロスブラックに塗ってマフラーエンドも塗って、これいいね、なんかそう、あとこれも塗ってる、あ、すごい。リアワイパーもボディ同色に。ワイパーも、はい、しぼしぼ取って塗ってます。これちょっとリアは、はい、フロントと違って、はい、フォーリングがないと、はい、ちょっとなんか逆に怪しい感じが。そう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 。これアウディだよねぐらいな。はい、でももう RS3 のエンブレムももうフォーリングスももう外そうということで。でこうグレーのパーツとか、はい、素地のパーツがないんで高級感がすごく、はい、そうですね、なんかコンパクトなんですけどちょっと高級感を追い求めた感じで、はい、そしてこのエンド塗ってるのも、はい、この辺もかなりちょっと、そうですね、なんかチューナーっぽい、そう、もうペイントさせてもらって、もう元々やっぱシルバーとかメッキとかやっぱりそっちにどうしても目がいっちゃうんで、もうここまでやっててそれはないでしょうっていう。なるほど、はい、しっかりこんな外観がフロントサイドリアで決まってる RS3 になったみたいです、はい、バッチリ仕上がってます。じゃあ続いてエンジンルームを、はい、今回ちょっとこのエンジンルームがメインで、そうです、はい、触ってるってことですよね、はい、あれ皆さん心の準備はよろしいでしょうか、はい、こちらです、ドーンって言っても見た目は、見た目は、はいはい、あんまり変わってないように見えるんですけど、APR のステージ3タービン交換してます。はい、馬力が驚きの約600馬力、はい、そう、約600、まあ600弱ぐらい、もう少しで届きそうかな。そうです、600馬力よ。はい、一応、市販のハイオクガソリンでは一番馬力が出てる、もうこれ以上600馬力以上目指すとなるともうドラガス、レースガス入れないとっていう、でもあくまで通勤用なんで、はい、通勤用で600馬力、はい、約600馬力、約600馬力、本当に、はい、なんか久しぶりにあの前に作った M4 を思い出しましたね。 M4 コンペ、あのオートメッセに出した あれ600馬力だったの、タービン変えて、はい、でもあれより車ちっちゃくて軽いわけじゃない。そうなんです、多分軽いよね。そうですね、軽いし、まあ、でこっちの方がクワトロなんでやっぱ安定はします。はい、そうです。なんで本当に見た目は、見た目はもうやっぱりインテークがね、こうやってバーンって出てくるんで、やっぱりここ、ね、インテークのサイズが、はい、もうなんかね、あのこのサイズをしないと、はい、あ、そうなんだ、吸気量があって、はい、で APR っていうのがそのアメリカのアラバマに本社を置く、はい、まあ、チューニングメーカー、アウディワーゲンなんかをメインで、そうですね、メインチューニングしてる会社、はい、でステージ1、2、3、はい、2プラスがあるのかな。そうですね、1と2と2プラス、3、4ってあるの、はい、で4がもう完全
あのさっきとユーザー向けみたいな、はい、でも確かこの3も、はい、どっちかっていうとそっちに近いそっちに近いですね、はい、で内容的にはそのコンピューターだったりだとか、はい、あと給排気が入る、そうですね、コンピューター給排気、あとタービンが、そうですね、タービン変わって、で、まあ、あとはそのコンピューターのマップの関係でいろいろ触ってたり、まあ、あとあのインタークーラーとかも全部変わってるんで、はい、なるほど、でもそのさっきスルーしたんですけど、インタークーラーとかも黒に塗ってつけてます。そうなんだ、はい、そうなんです。でその辺ごっそりやって純正400馬力からの約 1.5、はい、倍ぐらいまで、そうです、バリアアップしてるという、はい、で加速する時の音はもう飛行機みたいな、なかなか早いです。なるほど、これちょっとあの踏み込んだところ聞いていいですか。はい、これ保証とかはもうちょっとさすがに、はい、1回目の車検終わったんで、あ、保証切れてるんで、やっぱりちょっと保証が残ってる方にはそうですね、あんまりこうおすすめはしないかなっていう。特に今の欧州車ってこう診断機が本国とつながってるんで、うん、そうですね、なんか下手になんか触ってるとデータいっちゃって、そのデータがいっちゃうんですよね、あるみたいです。でその保証継承が受けられなくなっちゃったりってことはあるんで、はい、とかもあるんで、どんどんいじれなくなってきて、まあ、保証継承とか保証使わないよっていう人はあれですけど、はい、まあ、車検、そう、最初の車検、そう車検もあって、車検やってタービン借りて、はい、パワーアップして、まあ、新車保証も終わったしっていう方だったら、はい、まあ、結構楽しめるんじゃないかな。そうですね、はい、あとズバリ聞いて、はい、これ故障とかっていうのはやっぱり、ね、今のところちょっと鳴らしもあったんで、結構僕、ね、お客さんから許可もらってちょっと乗り回したりしたんですけど、今のところないですね。なるほど、はい、で僕も故障とかってズバリ聞いたんですけど、はい、僕も結構ネットで調べました、はい、そしたらやっぱりこう純正を触ってる以上ノンリスクではない、うん、そうもちろん、ただやっぱりこう世界中もう何だっけな、はい、何百店舗も代理店があるんでね、はい、とにかくこうすごく信頼性の高いチューニング内容、はい、いろんなデータ でだから今回もその、まあ、旧排気で排気やらない感じですけど、やっぱりこうあのスポーツバッグとセダンはこうデータ取りできてて、なんか そこでちょこちょこ物が違うとかもいろいろあって、はあ、かなり細かい部分までサポートされてて、はい、まあ、信頼性の高い内容になってるかな、ね、はい、だかやっぱり普通と違うものがいい方、はいはいはい、ポルシェなんかでも中7でもうとんでもない馬力出てるやつとか、そうですね、はい、ブラバスなんかでも、はい、チューニング内容でとんでもないのありったりしますけど、もうどっちかってそっちぐらいに近いのかなっていう。そうですね、だからで車がまあ RS3 ですけど、やっぱりこう過去させてもらったそのブラバスの800馬力とか、まあ、雰囲気でいうとあんなんと同じ感じですよね、うんうんうん、イメージでは。だからもう本当にいろんな多くの方にお勧めできる内容ではないですけど、はい、本当にとんがったのが欲しい方には、はい、もう突き詰めていったら、はい、これは非常におすすめな内容じゃないか、はい、こちらのオーナーさんももうあと何ができるっていう話が、お母ちゃんあと何できるかな、あとまあパワーアップとかですかね、もうやろうよって言って今回あ、なるほど、そうなんです。なんでこの仕様は多分まだ日本でも少ないと思います、うん、はい、そんな一台です。そして今回この車をなんと乗っていいんですよね。はい、はい、乗っていいです、はい、インプレ、はい、なかなかちょっとこう何馬力出てんですって言ってもそれなかなか乗るっていう動画多分ないと思うんで。そうですね、あの前のブラバスのもう乗った動画が意外と再生回数多かったりしたんで、はい、でもやっぱりパワーアップってそこだと思うんですね。そうですね、うん、もうやっぱり体験してみないとっていうところは、街乗りプーだとやっぱり、はい、うん、おーぐらいじゃなくて、はい、もうちょっと日本はちょっと法律があるんで、そうですね、ちょっとその法律の、はい、道路交通法の中で楽しめる範囲で、はい、噂だとなんか0、100が2秒台らしいんで、アベンタ SVJ とかと同じぐらいの加速で、スーパーカー並みの加速をするってことなんで、はい、まあ、ちょっとどこまでお伝えできるか分かんないですけどちょっと乗っていいってことなんで、これからちょっと市場に行っていきたいと思います、はい、ちょっと乗ってきます。お、シフトがブラックフォレストインダストリーズですね。なるほど、これもあの RS マークを消したくてこれつけました。あ、そうなんだ、はい、もう徹底的にじゃあアウディマーク、RS マークはそうです。ちょっとじゃあ試乗でいきたいと思います。はい、で最初に言っておきますけど、ちゃんとお客様から許可を得て撮影してますんで、はい、勝手に乗り回してるわけではございませんはい、はい、ちょっと今普通
通に乗り出し普通じゃない？普通です。だから本当に今一応ダイナミックモード入れてるんですけど、うん、全然普通に、はい、いや全然普通に乗れる、全然普通に乗れます。プーってプーって流すんだったら全然別に、はい、そう、もう全然いいですか。じゃあはい、どうぞ。やべえ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 やばい。これどうですか？何これ、なかなかでしょ。いや、そろそろ加速途切れるだろうなと思ってから、ブレーキめっちゃ効く。そう、ブレーキもめっちゃ危ないこれ。ちゃんとこれ危ない。そうなんですよ。ちゃんとね、でもいい、あの街乗りでもいい感じなんですよ。そのね、パワーそこまでいらない時には普通に乗れて、で、あのブレーキパーンって踏むんじゃなくて軽く踏んだら普通にノーマルブレーキみたいな感覚で。で、音がやばいこれ。そう、飛行機みたい。はえやばいこれ加速途切れないね、これ。そうなんですよ、結構。いや、でもあの使いやすい。そう、あの使いやすい600馬力、うん、ちょっとドッカン感は確かにある。こう急激バーってコントロールが出てるのあるけど、はい、使いやすい。決してこう全然乗れない、こうこんなになっちゃう感じではない、はい、感じではないですよね。ただ加速も本当になんか想像してたのの 1.5 倍じゃどころじゃない、2倍か3倍ぐらいの加速感、はい、これ速いね、やばい、これやばいね。もうあのちゃんと土取れてるかどうか僕わかんない。これすげえ、うっ、ってなるよ。ちょっとそう G がね。でブレーキも慣れたから踏めるけど、うん、はい、そう、ちょっと安心感があるでしょ。踏んでパンって踏んでも止まるっていう。慣れてないとこれ想像してたのの倍ぐらいの制動力でしょ。だから相当っていうかこのタッチが分かってないと、はい、これすごくない？なかなか完成度高いでしょ。いや、これすごいねいや完成度高いけど、はい、あの、はい、全く万人受けしない。あ、そうですね、すごい曲さ、そうですね、これすごいねだってブレーキこれだよ。ガチャガチャするすっげー。そうだから手前で踏むのとちゃんとクッて利かす踏み方等が、はい、使い分けできますし。そうね、そうね、そうね。でその踏み方、あのアクセルの方ももちろん、あのね、街乗りで何の苦もなく乗ることもできるし、うん、いざ踏もうと思ったらもうパンって踏んだら、これちょっとあのスーパースポーツを追いかけ回せるね、これ余裕で。そうそうそう、それどころか多分ぶっちぎれるね、これ。そう、あのなんか RS3 って意外とあの GT3 とか RS とかあの辺持ってるお客様があのちょっと普段の足でって買ってハマる人が多いらしいんですよ。はい、いやいや、これね、つい最近乗らせてもらったの、車両紹介で、はい、ノーマルのやつ、はいはい、あれもすごい速いし気持ちいいなと思ったけど、火じゃないね、はい、でしょ。これはすごい。もう一回じゃあ行ってみましょう。いやー、ちょっといい経験。え、行ってみましょう。もう一回行ってみましょう。え、もう一回行かないですか。もう一回行くの。はい。これめっちゃ速いよ。危ない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 。危ない。これだって加速途切れないよ。ずーっとずーっとこう車がこうグッ て、 ずーっとね、グッて。フロントリフトしてる感じです、イメージは。つる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 、はい、けどね、ちゃんと四駆だからね、接地感抜けないの。そう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 、なんですよ。でそのままバーって加速していって、フルブレーキングで前に荷重乗せてあのコーナー曲がっていったりとかもすごい面白い。これショートサーキットとかも楽しいんじゃない？あ、絶対面白いですね、うん、はい。そうなんです、これすごいね、こんなに違うの。面白いでしょ。ちょっと G800 以来の衝撃面白いでしょ。いや、で普通に乗ろうと思ったらだって普通に乗れちゃうんだもん。そうそう、普通に乗れます。ちょっと音がのぶといなぐらいで、はい、そうなんですよ。でこれダイナミックモードに入れるとバブリングするんですよ、アクセルオフであのバラバラバラってするんですけど、うんうんうん、じゃあダイナミックオフのコンフォートとかでやったら、うん、まあ、それもないし、あ、そうなんだ、本当に普通に乗れます。そういうプログラミングでちょっと作ってもらって、はい、オンオフがちゃんとできるように、はい、いやだから本当に今40キロでこう、はい、
ずっと流して、うん、あ全然普通に乗れちゃうね。はい、そうなんですよ。これすごいよ本当に。何回すごいって言ったか分からないけどいやでも面白いでしょ。めっちゃ乗りやすい。しかもだからもう何やろ、分かる人はこの車走ってたらまあまあ外装とかもいじってるしなーとはなるんですけど、そんなに速いとはちょっと。これすげえな、はあ、これ本当にあれだね、あの羊の皮をかぶったじゃないけど、そうそうそう、もうイメージそんな感じです、うん、だからこそちょっとこうノーマルっぽさを目指したというか、はあ、いやーもうだってアベンタ2台とウルス持ってる方でも、はあ、これだったらあの本当に満足できるというか、もう家族感も全然。そうウルスもコンピューターチューン一応しましたからね。本当にあれ、あれ知ってます知ってますノビテックのあそっか、そう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 。すげえ、いや音太いな。でも結構ね太い、あでもなんか嫌な音じゃないじゃないですか、うんうんうん、はい、ああ、うん、全然乗りやすい。多分分かるんですけど、そのデシベル的に言うと、うん、あのミニでレムスつけた感じ、こんな感じですよね。うそうね、そう。いやこれはすごいわアクセルもだから50%60%ぐらいまでは普通にこう、はい、使える。でもそこから先はちゃんとパンって踏むと、うわーっていうほんまに大げさかもしれんけど手が伸びる感じですよねそう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 、面白いし、はい、でこれちょっと最後お金の話していいですか。はい、はい、私このチューニング内容の金額を見てしまいまして二度見しましたそうっすね、はい、ちょっと具体的な金額に関しては控えますけれども、はいはい、中古距離そこそこ走ってるやつだったら、はい、もう1台 RS3 が買えるぐらいの。あまあてかこの車でもう1台買えますね。え本当に？全部入れると。あそっかそっかそっか。そうそうそう。別に入り口のとこだけだそれか。そうです。でコンピューターチューニングまあタービンやらなんやらっていうのを入れるまあまあだけで言うと、うんね。恐れ前期は買えます。恐れ入りました。いやーありがとうございます。いやーちょっといい経験させてもらいました。はい、というわけで今回はこのめちゃくちゃ改造した。RS3 スポーツバッグを紹介させていただいたんですけど、はい、やばかったねこれ。はえどっちかっていうとこうドレスアップの方が、はい、多いイメージを多分ボンドグループを持たれてると思うんですけど、ね、はい、まあ結構こうチューニングなんかもやらせていただいて、そうですね、やっぱりまあね、皆さんイメージあるのはやっぱブラバスの、ね、やっぱタービン効果っていうのがってなるんですけど、やっぱりでそれもありますし、こういうのもちょっとね面白いかなっていう、はい、まあ、普通のコテコテに、うん、突き詰めたい人は、はい、普通の RS3 でもう十分こうとんがってると思うんですけど、はい、もうそれに満足できない方には非常におすすめな内容じゃないかなと。はい、で今回ご紹介させていただいたこの APR チューニングが、はい、その専門のお店じゃないと施工できない内容ってことです。日本にも何店舗かあるその APR、まあ、スペシャルディーラーみたいなところしかできなくて、で今回、まあ、ホイールでうちもちょっとお付き合いさせてもらってる徳島のユーロハビットさんの方にもう車ごと持ち込んでちょっとお願いするっていう形で、はい、まあ、ちょっとその専門店に限られてるから、まあ、クオリティコントロールがされてると。そうですね、はいはい、なんで、まあ、うちを経由して、うん、まあ、そういったチューニングなんかもできますんで、はい、まあ、お気軽にお問い合わせください、はい、ちょっとこれはやることなくなった人にはおすすめです。そうですね究極の、はい、そうそうそう内容になりますね、はい、だからまあもうちょっとでな新型が出るんですかね、うん、出ても負けないと思ってなるほど、はい、まあ、じゃあそんな過激なご依頼もお待ちしてますので、はい、ぜひお気軽にボンド大阪岡くんまでお問い合わせください、はい、こちらまで。というわけで、はい、ボンドチャンネルチャンネル登録またの方はで分かった入れとくからそれ、はい、一回も入れてくれない、はい、というわけでボンドチャンネルチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。